はい、動画をご覧の皆さんこんにちは。いつも YouTube チャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日は2022年2月の10日木曜日、現在時刻が17時45分です。本日も金融経済世界情勢について語っていきたいと思います。それでは今日のマーケットを見ていきたいと思いますが、まず本日の東京株式市場、日経平均株価続伸いたしました。日経平均株価116円高 0.42% 上昇いたしました。終わり値は 27,696 円で今週の取引を終えました。トピックスも続伸いたしました。 10.39 ポイント上げ 0.53% の上昇でございました。10日の東京株式市場、日経平均株価ですが3日続伸となりました。昨夜のアメリカ株式市場が高かった流れを受けまして、東京株式市場も買いが集まりました。日経平均株価ですが一時300円を超える場面もありました。日経平均株価ですけれども、1月の20日以来ですね、3週間ぶりの、高値で、取引を終えました。前日のアメリカ株式市場、特にナスダックが高かった流れを受けまして、半導体関連やグロース株、成長株に、買いが集まりました。今夜なんですけれども、日本時間の22時30分にですね、1月の米消費者物価指数 CPI ですね、こちらの重要な指標が発表になります。米消費者物価指数 CPI の発表前ということもありまして、少し、動きが取りづらい場面でもありました。でさらに日本はですね、明日から3連休になりますね。11日から3連休に入るということもありまして、ちょっと動きが、限定的となった形がありました。本日の東証一部ですけれども、売買代金は3兆4508億円、売買高は13億9624万株でした。東証一部の値上がり銘柄数ですけれども、1447銘柄と全体の 66% が、値上がりいたしました。値下がりは636銘柄、変わらずは100銘柄でしたね。これで今週の取引を終えましたね、日経平均株価。それでは、昨夜のアメリカ株式市場のを見ていきたいと思いますが、ニューヨークダウですね、ニューヨークダウは305ドル上がりました。 0.86% 上昇。ナスダックがですね、295ポイント上がりました。 2.08% 上昇とですね、ナスダックの方がですね、高く上がりましたね。9日のアメリカ株式市場ですけれども、ダウはですね、3日続伸となりましたね。アメリカの長期金利がですね、一時高いところから少し低下しているということを受けまして、株が、買い直された形となっております。またアメリカの方はですね、新型コロナウイルスの感染者数が、多少減少してきているというところで、消費関連株なども買われているというところですね。でアメリカの長期金利ですけれども、一時で 1.9% 台の前半まで、落ちてきたというところがありまして、2019年の1月以来の、高水準になりました。 1.97% から、少し、下落しているというところで、あと、金融の、引き締めに対しては警戒感が、強いんですけれども、金利上昇は、ある程度相場を織り込んでいるかなというところもありまして、金利上昇が売り要因になっていた高 PR ですね、株価収益率の高い銘柄、ハイテク株などがですね、買い直されたところがありました。長期金利なんですけれども、少しですね、一時 1.97% まであったんですけれども、昨日の段階 1.9% の前半まで落ちてきておりましたね。現在はですね、17時48分現在ですが 1.944% と、1.9% の半ばまでちょっとまた上がってきているかなというところでございます。アメリカの方もですね、今夜発表の1月の消費者物価指数 CPI ですね、これを見極めたいという投資方が多いというところもありまして、動きというかまだ取りづらい状況ではあります。でナスダックの方なんですけども、こちらが結構大きく上昇しているところがありますね。特にですね、これヒートマップで見ていきますと、メタですね、旧フェイスブック 5.37% と、大きく、買い戻されました。5日ぶりの、反発ということになりましたね。あとですね、半導体の NVIDIA ですけども、こちらも、6.36%、大きく上がりました。 NVIDIA に関しましては、これは、アナリストが決算期待から、買いの投資判断をしたというところですね。こういう感じで、全体的に緑、買いが、アメリカ株式市場多かったかなというところですね。個別で見ていきますと、マイクロソフトは 2.18% 上昇、アップルは 0.83% 上昇、Google は 1.57% 上昇、アマゾンは小幅に 0.14% と下落いたしましたね。テスラは 1.08% 上昇でした。相対的にこう、緑が多く上がっている銘柄が多かったというところでございます。それでは、今度は仮想通貨のを見ていきたいと思いますが、
現在17時50分現在ですが、ビットコインの価格$44,199ですね。イーサレムは$3,195で取引をおります。ビットコインは今日は$44,000を挟んだ動きとなっているかなという感じですね。円建てで見ていきますと、ビットコインの価格$5,109,000ですね、510万円台、 1.48% 上昇しております。イーサレムは$369,000、 3.54% 上昇となっております。仮想通貨の方なんですけども、こちらもですね、米消費者物価指数 CPI 今夜発表ですけども、これを控えてですね、仮想通貨市場も様子見基調ということですね。アメリカの労働省が発表します CPI ですけれども、日本時間の、ね、22時30分に米国のインフレ率を分析するための、ね、この指標 CPI が発表されます。これがですね、個人が購入する食品、医療品、ガソリンなどの商品サービスに関する価格変動を、ね、まあ、見るこういう指標になるんですけども、過去2回の CPI が前年同月比でプラス 7% の水準に達するので、これがですね、1982年とね、約40年ぶりの非常に高い水準にあるというところですね。まあ、この高い水準を言いまして、アメリカの金融当局の金融政策に影響を、ね、及ぼしているというところですね。そのためですね、今晩発表される22年1月度の CPI ですけれども、こちらがね、大きく市場予想を上回るようなことがありますと、金融当局 FRB がですね、インフレを抑えるためにですね、利上げですね、これが 0.25% を 0.5% にする可能性もあるというところですね。大幅な利上げの可能性もあるというところもありますね。今回のね、CPI の数値の発表ですけれども、非常に注目というところですね。FRB のパウエル議長ですけれども、1月の FOMC ですね、米連邦公開市場委員会にて、今年の3月までにテーパリングの完了と利上げの開始を、ね、示唆しているんですけども、利上げのペースの引き上げを含む金融引き締めの加速の可能性を排除していないというところもありまして、金融市場の不確実性に対する投資家の警戒感は、ね、根強いという段階となっております。特に2022年以降ですけども、リスク資産およびナスダックのグロス株が大きく、ね、調整されたところがありましたね。でビットコインなど仮想通貨市場も、ね、釣り安する局面が多かったというところですね。2日前までですね、半島のモメンタムがね、まあ、一服しているというところでまして、これはやっぱりね、今夜発表の CPI を目前にしているというところですね、動きづらい状況となっておりますね。この CPI ですけれども、これがね、予想以上の数字が出ると物価上昇の低速が加速するということもありますので、市場はですね、ここはやっぱ警戒しているかなというところもありますね。この利上げですけれども、今年はね、何回あるか4回、4回がまあ水準値、基準値だと思うんですけれども、それがね、 0.25% が4回なのか、0.5% が1回あって、その後 0.25% が3回なのかとかですね、そういうところもあるんですけども、まあ、そこら辺がですね、今夜発表の CPI の数値によってですね、読んでいくことができるかなというところですね。まあ、非常に今ここを警戒しているというところでございます。でこちらですね、 CPI、0.5 ポイントの利上げの検討の必要が高まるかということで、1月の CPI がですね、いくらこの数値によってですね、ある程度こう予測がつくかなというところがありますね。まあ、0.5% となると、まだそこまで市場を売り込んではないので、一旦のこう売りの材料になるかなというところもあります。10日本日の、ね、発表の1月の消費者物価指数ですけれども、予想上回る伸びとなった場合は、FRB がですね、2000年以来となる1回 0.5% の、ね、大幅な利上げも、ね、検討しなければならない状況にさらに近づく可能性があるということで、非常に、ね、注意ですね。今晩の CPI ですけれども、日本時間の22時30分発表ということですね。で市場予想は 7.3% を予想しておりますね。これがですね、さらに伸びるとなりますと、40年ぶりの伸びとなる見通しで、強いインフレなら3月の FRB の利上げの幅が 0.5% になる可能性があるので、要注意ということですね。
で現時点で3月の利上げをどれぐらい織り込んでいるかというところなんですけども、 0.25% の利上げは確率は 75% で 0.5% は 25% ということで、まだ 0.5% の利上げはね 25% しか織り込んでないというところですね。まあ、0.25% でしたらもう 75% を織り込んでる、織り込み済みとなるんですけども、 0.5% になるとちょっと市場はねショックがあるかなというところですね。その点今夜の CPI の数値ですね、まあ、これが市場予想の 7.3% よりも高い数字が出るとちょっと要警戒かなというところですね。先月は 7.0% でした、まあ、すでに 7.0% の時点でですね、これがもう非常に高い数値となっているんですけども、まあ、非常に、ね、ここが警戒ですね、そういう形で、まあ、あの株式相場もですね、仮想通貨の相場もですね、今夜は大変注目というところでございます。それではですね、仮想通貨のかかとのを見ていきましょう。現在、17時55分現在ビットコインの価格510万9000円ということで 1.48% 上昇しております。イーサリアムは36万9000円 3.54% 上昇、バイナンスコインは 2.02% 上昇です。 XRP リップルは 1.96% 上昇、リップル100円ですね、ちょうどですね。カルダナエダ 0.19% 上昇、ソラーナ 1.12% 上昇、テラ 2.24% 上昇、アバランチェ 2.01% 上昇、ポルカドット 1.07% 上昇、ドージコイン 0.13% 上昇、ポリゴン 3.00% 上昇、ライトコイン 0.39% 上昇、ライトコインは 15,967 円です。コスモス 0.81% 上昇、トロン 2.66% 上昇、アルゴランド 0.54% 上昇、ビットコインキャッシュ 1.71% 上昇、ビットコインキャッシュは 39,738 円です。ステラルーメン 0.12% 下落 27.49 円ですね。ステラルーメン、イーサリアムクラシック 5.65% 上昇 4,048 円ですね。イーサリアムクラシック 5% 以上上げてますね。テゾス 0.18% 下落、テゾスは513円です。テゾスは小幅に下落となっております。仮想通貨アルトコインを見ておりますが、ネム 1.66% 上昇、ネムは13円ですね。シンボル 0.66% 上昇、シンボルは 21.22 円という価格となっております。クアンタム 4.14% 上昇、クアンタムは855円ですね。そして IOST 0.75% 下落、 IOST は 3.42 円という価格となっております。リスク 5.75% 上昇、リスク225円ですね。リスク大きく上げてますね。 5% 以上の上げとなっております。仮想通貨時価総額100位までを見ていますが、今日は相対的に値上がりしている銘柄の方が多いかなという印象を受けますね。仮想通貨ですね、時価総額100位まで、まあ、今日はですね、主要通貨であります、ビットコイン、イーサリアム上昇しておりますし、ここは時価総額の、ね、高い銘柄もね、ほとんどまあ緑ということで、まあ、上昇しているというところがありますね。まあ、小幅ではありますが上昇ということで、やはりですね、今夜の CPI ですね、1月の米消費者物価指数、こちらがね、まあ、最大の注目点というところでございます。それではね、為替の方ですが、現在ドル円ですが115円と626円ですね。少しドルが買われておりますね。ユーロ今132円と156円ということで、ユーロも少し買われているというところですね。はい、以上本日は2022年2月の10日木曜日、金融経済世界情勢について語ってみたでございました。それではこの動画が良かったと思う方はチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。